はい、どうも。今日も殺戮の天使続きやっていきたいと思います。はい、前回ね、あと 1,2 話で終わるって言ったんだけど、うん、調べてみたらあと 4,50 分あった前回私が実況してたやつ見たら 4,50 分あった。はい、これね、ちょっとザックが倒れてる、うん、で持っていけ言うたから、そう、これ多分調べたら持っていけるんかな。うん、そのナイフを持っていく。汚れたナイフの刃が、刃が、鋭く光っている、ナイフを手に入れた。はーい、うん。このナイフ、私、ちゃんと使えるかな？使って使えんことはないと思う。まあ、軽いしね。鎌は無理だろうけど。うん。めっちゃ心配そう、レイちゃん。うわ、点点点だけだ。なんも言葉が出ないんだろうな。いや、これ死んでもおかしくないからな。おかしくね、このナイフ持ってる。お、ほんとだ。しまわないんだ。その状態で行くんだ。これで蛇も倒せるみたいな。うん、柔軟剤の匂いが。この甘い匂いは。あの神父の柔軟剤の匂い。これ、ダメだ。鼻が痛くなる。辛い匂いだ。カレー臭も混ざってる。いやー、カレー臭、いや、あの臭い匂いをいい匂いでごまかそうとした時めっちゃ臭くなるよな。わかるわ。あの、消臭はまだいいんだけど、違う匂いで覆いかぶせようとした時はほんと臭くなる。いや、おじさんがさ、無理して香水してんのほんとに無理。ああ、わかるわかる。早く、早く行かなきゃ。鼻がもげる。縛ってる。門だよ、門。あ、本当だ、門だ。本当だ、門。こんなところに門あるの。扉じゃなくて。近づくと、わずかに刺激。なんで刺激臭がするが、刺激臭がする水が流れている。下水か？おい。刺激臭？水の底に何かが沈んでいる。これ、押せそう。もしかして、スイッチ？おう、この水、触れたら焼ける。硫酸か。水には触れないようにして、このスイッチを押さないと。そこで出てきました、さっきザックからもらった、ナイフ。絶対怒られるやつ。え、使えないのこれ。え、そっから使う。ナイフなら、この水につけても大丈夫かな。ザックに怒られるかな。怒られるどころか、殴られるかな。あ、いた。ナイフは、大丈夫。なるほど。硫酸でも溶けないナイフということは、ステンレス。いや、刺すは簡単に溶けます。合金系だろうな。おー、なるほどね、うん。お、レバーがある。レバーがあるが、動かない。動かすには電力が必要なようだ。あ、なんか、左の方でバチバチなってるね、うん。いや、というより、この門を、この硫酸で溶かせばいいんだよ。あ、賢い。いや、それをどうやって持っていく？そもそも。確かに。電気コードがあるが、途中で切れてしまっている。うん、いや、触ったら、ビリビリビリって。電気を通せば。え？え？そこで使うのがナイフ？本当に？ナイフは金属だ。電気を通すはず。大丈夫かな？大丈夫大丈夫。これで電気は通った。レバーは動かせるようになっている、うん、よし、これで早く電気コードからナイフを取らなくちゃ。熱くなってんじゃないの。ナイフによって電気が通っている。ナイフ取れんの？え、取れるの？え、嘘でしょ。絵が少しだけ溶けてしまってる。あー、絶対こらえる。歯はまだ大丈夫だけど、こんな使い方ばっかりして大丈夫かな。絶対怒られるじゃん。怒られるなぁ、これ返した時にな。壁には鏡がかけられている。ん？どうしよう、他には何もなさそう。
この鏡、ナイフで割れるかな？刺すんじゃなくて、絵で殴れよ。確かにな。でも、絵だったら手怪我しちゃうじゃん。刺さった。なんだか、ナイフがナイフを刺してるみたい。どういうことやね。あ、鏡に映ってってことな。そうそう、うん、鏡は硬いけど、ザックのナイフなら割ることができそう。よし、行くぞ。はあ、テレビもねえ、ラジオもねえ。あ、怪我したのか？割れた。ナイフが。鏡は割れたけど、ナイフの刃も欠けちゃった。はい、ザックに怒られます。絶対怒られるぞ。これは。ごめんなさい、ザック。鏡の奥は通り抜けられそうだ。おう。音が近くなったね。近くなったね、ちょっとね、うん。オルガンの音、この奥から聞こえてきている。おお。まあ、進むしかないよな。そうです。扉の奥に進む。行こう。ここは？お。柔軟剤の匂い。アリエールでしょう。ジェルウォッシュ。何なの？この甘い匂い。誓いをしたと知って、その誓いを神が選ぶか君にはわかるのかね？もし神の御心が違ったとき君はどうする？神なんざこの世にいねえんだよ。やだ。やだやだ、やめて。ほ。ザックに殺されたい。ザックを死なせたくない。でも、神様が認めてくれなかったら、神様がいなかったら私、どうすれば。ダメだ。今はそんなこと考えちゃう。俺が殺したろかー言って何言って出てくるじゃん。いや、あいつはもう目に興味あるだけじゃん。違うんだよ、ね、とにかく早く、薬、薬を手に入れないと。お。おお、最初に来た場面やね。自動音声やん。自動で動くやつやな。めっちゃ高いや、あれ。あれな。絶対高いよ。ああ、これ見たね。うん。ああ。うん。懺悔せよ。こんにちは。こんにちはーす。一人でどうしたのだね、レイチェル・ガードナー。何失笑してんねん。ザックはどうした？捨て置いたか？んなわけないやろ。違う。ザックが動けないから、私が薬を探しに来ただけ。ダニー先生がこのフロアに来たことも。薬を持っていることも分かってる。だから。ああ、ダニーか。あの者は今好き勝手に行動している。本当にいつからああなったのか。ああ、そういえば、ダニーがここへ君を引き入れたのだったな。お？だんまりかね。待って、待って、待って。どうした？ダニーが、カウンセリングの先生が、うん、え、じゃあすべての黒幕はダニーってこと？黒幕。だって、あ、違う、黒幕っていう言い方は違うな。だからダニーがこの施設にレイチェルを引き入れたってこと？うん、引き入れたのはダニー。まあ、ダニー先生はレイチェルの先生だったっていうのも本当か嘘か嘘か本当か。そうだったっけってレイちゃん言ってたからね。だんまりかね。そりゃだんまりにもなるわな。それより、ここに薬はないの？それよりて。ダニー先生は薬を持ってどこへ行ったの？ダニーは様子がおかしいようでな。最初から。少し、姿を見せたが、さあ、今はどこにいるのか。もともとおかしいのは。
ただ少し勝手が過ぎたのでな、私がいくつか薬を取り上げている。それよこせ、今すぐよこせ。じゃあ薬がどこにあるかあなたは知っているの？ああ、なんやねんその顔。お願い、薬が欲しいの。そう簡単に手に入ると思うか、レイチェル・ガードナー。お前をこれで刺せばな。震える手で己がかけさせたザックのナイフを私に向けるのか。どうしてこれがザックのナイフだと知っているの？知っているとも、私があの子をここへと連れてきたのだからな。だが見てみろ、今ザックは満身創痍だ。たぶらかされたのだ、君という悪魔に。君は魔女だ。違う。わ、これは柔軟剤プッシュ。わ、ファブリーズされたな。今ファブリーズされた。あ、多分神父だな。神父かこれは、うん、レイチェル、君はあの者たちに何をした？ダニーは賢くて知恵深いものだった。だからこそ彼は一番ここを把握していたし、身勝手な行動など取らなかった。そしてアイザックはどうだろうか。彼はとても単純で、言い換えればとても純粋なものだ。それが今お前の殺されたいという願望のために手ひどく扱われ、ひどい目に遭っている。それ違くない？それらはすべて君にあったからではないか？関係なくない？私は何もしてない。君が不思議なのだよ、レイチェル。君は何者だ？答えないのか？ここは、神前？神前？うん。神前であると言ったろう。ああ、君はやはり本当は神など信仰しておらぬのだ。いいえ、神様がおっしゃられることは守るべきことだと思ってる。ならば、それはなぜだ？なぜそう思えるのかね？答えないのではないな。答えられないのだな。レイチェル・ガードナー。そなたの心は神に望まれようと思うばかりに偽りにまみれている。そして我が天使たちをたぶらかす魔女なのであろう。違う。ならば、今から、今から君を裁判にかけよう。神は清らかなものを好む。そして今君は我が天使たちをたぶらかす魔女の疑いがかかっている。ああ、魔女裁判みたいなものか。どちらにせよ君は一度浄化されないといけない。私は魔女じゃない。いや、君はアイザックと契約した魔女ではないのかね。ザックとの約束は神様に誓ったことよ。ほう、神ですらお前は盾に使うのか。ならばなおのこと忘れてはならぬ。決めるのはお前ではなく神なのだということを。では試そうではないか。裁判を始めよう。さあ、この者について証言を述べる者はいるか。はーい、おここにおりますわ。キャシー、はい、私が証人ですわ。この立派な罪人がどれだけひどい女かを証言いたします。待ってよ、じゃあ僕だって。顔色悪いな。悪いな。レイチェルの素敵なところ
たくちゃん、そう、たくちゃん正気って切るよ。でも、彼女は頑固だから、ちょっと意地悪もしたい気分。本当の彼女を証言できる。これは、エディかな？あ、違う。これあれか。ほんまの彼女を証言できるのは俺しかおれへんねんか。そう。ああ、レイチェル、もう安心して俺来たんやから。自分弁護するの証言は俺に任しとって。俺、お前の味方やで。急に関西弁のおっさん来たんよ。ふむ、三人も。よかろう。では一人ずつ証言していきなさい。最初は誰かね。はいはい、神父様、ぜひ私から。挙手ずるいよ。僕を先にしてよ。何言ってんの、俺が先やろかい。はい、すいません。ちょっと前のめりになっちゃった。ごめんなさい、エディ。それはできないわ。私が一番最初なのよ。どうしてどうして？理由がないじゃない？この女の悪事の一番の被害者は私よ。この女に最初からうつつを抜かしたあんたたちとは違うんだから。ああ、もう、すぐ必須を起こすんだから。ひどい言い草やな、キャシー。お前の証言が楽しみやで。早くしなさい。証言するものは決まったかね？ええ、神父様。私が一番最初ですわ。もう、わがままなんだから。ほな、エディ、俺たちはちょっと退場しとこうか。では、キャサリン・ワード、証言を始めなさい。ええ、任せてくださいませ。お聞きください、皆様。この悪魔は、見た目はただの主婦らしい女。しかし、あらわたは真っ黒、正真正銘の魔女でございます。魔女じゃない。ほら、この白々しいこと。涼しい顔して嘘をつくのが上手なの。ふむ。ではレイチェルが魔女である証拠となる証言はあるかね？もちろん。私はこの女の魔の手で断罪人から引きずり下ろされた。懐かしいね、この BGM。 この時私は高みから断罪の様子を見つめていたの。そうしたらこの女に何か言われたザックは自分を切り裂いたのよ。アイザック・フォスターもこの女に罪人としての牙を抜かれたようなものよ。あんまりにも情けないありさまを見せるから頭に来ちゃって私そこまで降りてやったの。そしたらこの女しれっとした顔で何をしたと思う？バーン。この私を撃ち抜いたのよ。罪人に出し抜かれて断罪人が撃たれることなんてあっていいことじゃない。塩らしい罪人の顔をかぶったとんでもなくずるい女なのよ。だって私をあんなところに落とすなんて悪魔以外の何者でもないわ。それ勝手に降りてきたんや。別に私のせいちゃうよ。あなたを出し抜いたつもりも地に落とした記憶もない。それはそう、うん、落としたのよこの悪魔。ちょっと被害妄想が過ぎるようですね。急にログインした。だって私が一体何か一番悔しかったか分かってるの？知らない知らない知らない。撃たれた時喜んじゃったことよ。このド M、 このサドサドマゾ女が言われとったな。あー久しぶりに聞いたあの笑い声、この女は
まがうことなき魔女です。水攻めの刑を希望します。さあ、あがいて、もがいて、お願いだから、あの時以上の興奮を感じさせてちょうだいよ。そんなに見たいの？冷静やな。は？そんなに私に望むことがあるの？ここまでだ。神父様、まだ刑は終わっていませんわ。刑に処すのはお前ではない、キャサリン・ワード。それに魔女とする者に何を求めている？下がりなさい。じゃあ、はい、今回はちょっと中途半端なところになるけど、こっから先まだまだ長いので、うん、一旦ここで切ろうかな。ここでセーブはできないか。こ、あ、できない。あー、送っちゃった、ね、オッケーオッケー。ということで、ここまで見てくださった方ありがとうございました。ありがとうございました。誰かログインしたそれじゃあまたね、また次でお会いいたしましょう。さようなら。さようなら